バリアフリー対応工事前の住吉町駅。住吉町駅は愛知県半田市宮地町にある名古屋鉄道交和線の駅。駅番号は KC11。8行編成対応の相対式2面2線ホームを有する地上駅。終日有人駅である。駅係員は西改札口にのみ配置されている。以前は東西に通り抜けができ。 東側は名鉄スイミングスクールハンダと直接つながっていたがバリアフリー対応工事後は改札内の上下ホーム間移動しかできなくなったかつては列車案内表示自動放送装置はなかったが2008年度末にバリアフリー対応工事後 LED 表示の列車案内と自動放送が装備されている改札内にトイレがあるがエレベーターエースカレーターはない朝夕は 高校生でかなり賑わうが、北半田駅に近いため、特急は平日朝の工場方面に一本のみしか停車しない。そのため、工和線内の全ての特急の停車駅及び特別停車駅の中では唯一上りと、土休日は停車しない駅である。近年増加傾向である。半田市内では利用客の多い駅であり、駅西口、駅東口ともロータリーが整備されたにもかかわらず、 昭和期は、路線バスの乗り入れはなく、駅南側を東西に通る国道247号線上に、下乗り合い矢部線の名鉄スイミングスクール前停留所が設置されているのみであった。2005年の中部国際空港開港に際しては、西尾空港線及び安城空港線と矢部線と一部区間重複となるハンダ空港線の運行が始まったことから、 鉄道とのアクセスを考慮して停留署名を住吉町駅へ変更したが、位置は変わらず国道上のままとされた。後に、西尾空港線とハンダ空港線は2009年に、安城空港線と柳瀬線は2016年に廃止されたため、その時点で当駅の路線バス停留所は一旦消滅した。2018年から運行を開始したハンダ市地区路線バス。 コンクルのハンダ中央線は、東口ロータリーに、住吉町駅東停留所を設置した。これにより、初めて当駅のロータリーに、路線バスが乗り入れることとなった。また、2020年からは、コンクルハンダ中央線を補完する、柳鍋商船、ゴン吉君バスのうち、ガツ、水、金曜に運行される、アピタルートが、西口ロータリーの、住吉町駅西停留所に乗り入れている。 東口ロータリー、住吉町駅東停留所西口ロータリー、住吉町駅西停留所名古屋鉄道警視、小和線特急悪い駅住吉町駅、千田半田駅快速急行、急行、準急悪い駅住吉町駅千田半田駅、普通半田口駅住吉町駅、田半田駅の学校前駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。